ミークラブ公式 YouTube チャンネル、今回もよろしくお願いいたします。司会進行の半田愛です。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンも押してください。篠塚さんありがとうございますということで、今回も引き続き球界のヒットメーカーとして君臨をされました篠塚和則さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これでもう10個も20個もグッドボタンが増えたと思います。ありがとうございますさて今回はですね、走行集揃った80年代不動のセカンドでいらっしゃいます。また巧みなバットコントロール、華麗な守備もういろいろな表現がされた選手かと思いますが、なんとですね、篠塚さんの今回バットそしてグラブをお持ちいただいているということで、見せていただきながらお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まずはどうしましょう。バットから見せていただきますか。じゃん、はい、ということですね。早速ですが、篠塚さんのこのバットの特徴というと、特徴ですか、はい、よくクロマティに言われてたんですけどね、爪楊枝みたいだって言われましたねそれつまり細くて軽い。そうですね、まあ、軽くはないですよ。昔、今は大体900前後くらいみんな使ってますけど、はい、我々は僕は930、あ、そうなんですね、はい、だからこの、あの形で930を取るのは結構難しいんですよ。難しい、はい、細いですから、はいはい、ある程度こうヘッドが大きい人っていうのはある程度それで重さをね取れるんですけど、はい、だから意外とこう重心がヘッド寄りにしてもらいながら、まあ、こっちの重さっていうのはなかなかね、はい、重くしたりっていうのはグリップを太くしたりしなきゃいけないんですけど、まあ、自分もグリップの太さっていうのもやっぱりこだわりがあって、はい、だいたい作ってもらう20本くらいはだいたい1ダスくらいか頼んだ時は来るんですけど、はい、本当その中でも1本あるかないかなんですよ。そのグリップのこの太さとか、はい、まあ、職人の方もいろいろね気を使って削ってくれてるんですけど、はい、まあ、その時のこう気圧とかいろんなこう天候によっても自分のこの手のその日の晴れ、あ、なるほど、やっぱりみんなあると思うんですよ、それによってもこう感覚が変わってきちゃうんで、はい、意外と自分はこのグリップの太さっていうのは本当大事でしたね。太さという意味では細い方だと思います。はい、うん、先もだいたい指こう1本くらい入るくらいの太さなんで遅いんですよね、なるほど。でなるべくこう重心をちょっとセンター寄りにさしてっていう形で、はい、やっぱりこうヘッドを使って打つという、ヘッドの重みを使って打っていくっていうのが自分のバッティングだったんで、プロの選手はみんなこだわり持ってね、はい、バットを自分に合わせて作ってますから、特別っていうのは細いっていうことだと思いますね、はい、みんななんか太い方が当たるんじゃないかなと思うんですけど、はい、バットっていうのはこういう円形になってるんで、はい、太くしても当たる面は一緒なんですよ。あ、まあ、もっとこんな太かったらまた別ですけどなるほどバットを作るやっぱりサイズがね、やっぱり基準がありますから、細くしてやっぱり自分で振りやすいっていうね、そういうものを意識しながら、まあ、あとは特徴っていうのはやっぱりこの先端がね、はい、あ、昔はこうやって切ってるバットってのはほとんどなかったんですよね。なんでこういうふうにしたかっていうのは分かりますか、はい、なんでですか僕が質問してるんです。いや、やはりバッティングっていうのはまあ、自分の中でもこだわりがあって、まあ、詰まっても芯でも先でもいいわけですよ、ヒットになれば、うん、はい、やっぱりどうしてもこう先で打とうとした時にボールないかな、ボールがここに面に当たった時に、はい、昔はこうえぐれてたっていうのが普通の、はい、うん、そういうバットバットなんですよね、はい、今ボールいただきました、はい、だ先でもこれだけ詰まってれば、はい、半分当たってもやっぱり打球って飛んでいけるんですよ。でもここえぐってるとやっぱりここが弱くなるとやっぱり削れちゃったりとか、近くに当たってこうこっち側に先っちょに当たったりするとこうバットが下げちゃったりとかって、やっぱりこうえぐれてるとね。でも一つはやっぱりここで先に当たってもそれだけボールに力が加わるようにっていうイメージ、意味を持って僕はここ平らにしたんです。
まだそんなあれですか、平らにされてる選手、まあ、その頃多分ほとんどいなかったと思いますね。先だけ、はい、先だけやっぱ先で打つ時もあるわけです、はい、なんで、はい、やっぱりこうやって詰まってた方がそれだけヘッドの重みも感じられるんで、そういう意味でこう平らに削りました。篠塚さんです。はい、どうぞ。代表的で一郎さんが篠塚さんのバットをすごい参考にされたんですけど、はい、篠塚さんがそのバットを作り上げるまで何か参考にされたそういう形を使った先輩の選手っていらっしゃった？僕はないですね。自分で完全に作り上げた、はい、まあ、いろんなバットを使ってきましたけどね。やっぱりこうさっきも言ったけど、まあ、僕が入った時に、まあ、土井さんも自分も同じようなタイプ、はい、体的にね、はい、さっき言ったように周りはみんな大きいじゃないですか、大きいやつが目いっぱい持って細いグリップ打つっていうのは土井さんはあんまり好きじゃなかったみたいな。バッティング練習、これも面白い話で、はい、バッティング練習した時に土井さんがじゃあこのバット使いすって、僕は土井さんのバットでバッティング練習したんですよ、はい、だから長嶋さんがその時も練習、我々がもう特大やってる時に外野でランニングしてるんですよ。でいきなり長嶋さんがパーってピッチャーのとこ来て、はい、俺が投げるっつって投げてくれたんですよ、バッティングピッチャーをやってくれたんですよ、監督が、はいはい、でお願いしますって1球目どういう速さか分かんないんで、感覚つかみに1球目見逃したんですよ、はいはい、そしたら何にも次も表情も変えずに、うん、いきなり僕の頭をめがけてバーって投げてきたんですよ。だそれはどんな時でも1球目から生きる準備をしろよっていうね、そういうのを聞いたんですよ。俺がなんでそこ投げたか分かるか、1球目投げた時なんで簡単に見逃すんだっつってね、だもうこっちはもうそういうあれじゃないのよ、長嶋さんが投げてくれるっていうんだからやっぱり緊張しちゃってさ、ね、体も動かなかったっていうのもあるんですけど、でそこでこうちょっとこう短い具持ってガーンガーンって打ってたらちょっとおかしいなって感じたんでしょうね。いつも使ってるバットと違うだろう、お前どのバット使ってんだ見せてみろっつってバット渡したら、こんなバット使えるかって投げたんですよ。土井さんのバット土井さんのバット投げられちゃったんですね。お前自分のバット使えっつって、でそれからまた自分のバットを使って打ったっていう、そういう話があるんですけど、そうです、うん、すごいお話ですね。だからやっぱりこう、まあ、長嶋さんの場合はね、はい、こう投げててやっぱり、ああそれだけ結構自分見ててくれてたんだっていうのがあって、 やっぱバットで、まあ、どうしてもこう短い太くて短く持つとだん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 こうちっちゃくなっちゃうんですよ、はい、太いバットでこう大きくは構えられないんだよね。うん、うん、でもともと僕はこうやって長く持って打ってたんで、それもやっぱり感じだと思うんですよね。そういう話でした。抜かれるんですね長嶋監督。そうそうそう、だまあいろいろ高田さんのバットを使ったりとか、いろんなバットをいろいろ使ったりして、で結局やっぱり高校時代使ってたその感覚っていうのがやっぱり良かったんで、やっぱ高校時代もそんなにこう太いバットは使ってなかったんで。そうですか。それによって、まあ高校時代というのはなかなか自分でこうしてああしてって言える立場じゃないから、規制のものをね、こうちょっと太かったら自分でナイフで削ったりして甲子園なんかも使ってましたけど、だそういう意味では最終的にはやっぱり自分で、あプロなんだからこれお願いしてもいいんだろうってね、うん、でもまだそういう選手じゃなかったから、ああそれ選手によってってとこもあるんですか？だからやっぱりね、一軍でそこそこやってないとオーダーはしてくれないんですよ。大体規制なんですよやっぱり。あそうですか。あ、うん、でまあ入団すると年間20本かな球団からはくれるんですけど、だそれも若い時っていうのはこう誰々のタイプとかっつってくれるんですよ、はいはい、うん、で自分が好きなようにはしてくれないんで、で一軍にこうある程度態度ってある程度やっぱりレギュラー取ってからじゃないとオーダーはできないですね、うん、でそれからやっぱり少しずつ少しずつ使ってって最終的にはこれはちょっとねやっぱり今我々って時に削ってる人じゃないんで、だその形は多分工場にはあると思うんですけど、これはもうちょっと太いんですけどね、ここがね、これはもうちょっとこう削ってくれるとあれなんですけど、それがそういうふうにしていろいろ注文するんですよ。だいたい
体その僕のというか篠塚さんのバットだとしっくりくるまでにどのぐらいの年月これだっていう、うん、だそれはあの最初のその357打った時に、はい、バットっていうのはもう大体同じようなバットだったんですよ。81年、はい、その時はバット2本で過ごしましたから、シーズンね、シーズン2本ですか、はい、あ、そのバットはやっぱりスプレーとかするともうここが土で固まってきて、はいはい、まあ、多少グリップがちょっと太くなってきてしまうんですけど、でそれを削っちゃうと弱くなっちゃうんで、まあ、そこはもうそのままにしといて、でヘッドもやっぱりだんだんこうひび入ってきちゃうんで、はい、そこをやっぱりあのビール瓶とかなんかで削って、ビール瓶ですか、はい、牛乳瓶とかそういうので押さえて使ったりで少しこう焼いてみたりとかね、やったりして、それはもう一本でやって、でちょっと苦手だなっていうピッチャーの時は違うバット使うんですよ。なるほど、うん、もう全然苦にならないバッあの、うん、ピッチャーに対してはもう今まで使ってたバットで打っていくっつって、だからシーズンそう本当にその1本、うん、でその代わりの1本で2本で81年ですか、81年ですね、はい、はい、2本で吸いましたね。イチロー選手が篠塚モデルを使ってたという話がありますが、うん、ほとんど一緒ですよ。イチロー君の場合もやっぱりここがピューッと細くて、うん、でグリップがね一回りくらい太いのかな。あ、そうなんですね、はい、このグリップのこれもこの大きさですね、イチロー君は。僕は現役の時はもうちょっと大きかったです。はい、イチロー選手からはバットのお話ってされたことあるんですか？ないですね。だから彼がマリナーズにいた時にあの日米で来た時、うちの息子が小学校6年だったんですよ、はい、でその時に連れてって、その時にイチローがうちの息子にお父さんにお世話になってんだよっつってじゃあそこで確信が得られたというか。そうなんですよ。で彼がバット持ってきてくれて、はい、これがそのお父さんのね使ってたバットの原型のあれを僕が使ってるんだよっつってサインしてくれたんです。あ、そうですか。あ、うん、だから詳しく、ね、このバットがどうでこうだっていう話はしてないですね、はい、プレースタイルであるとかっていうのは、まあ、バッティングのこうスタイルっていうのはやっぱり彼のバッティング見てもそうだし、完璧にこう捉えて打つっていう姿は少ないじゃないですか。やっぱり自分を泳がされたりとか詰まったりとかって言って、まあ彼がこう200本ねあの日本に行った時やった時でもやっぱり完璧に打つっていうのは多分どうかな、50本あるかどうかでしょうね。うん、あとは泳がされたりとかあのストライクゾーンばっかり打つんじゃなく、やっぱりボール球でも自分が打てれば打っていくという、そういうタイプだと思いますね。だその辺は似てるなっていう感じはしましたよね。篠塚さんもその、詰まって打つ練習をされてる。やりますよ。やっぱりティーでもそうだし、あえてティーでやりながら、うん、で自分で詰まってもどのくらいの力で振ったら折れないかっていうのはやっぱりやっとかないと、 100% でガッと打ったらやっぱり折れちゃう、どこで力を抜いたらいいかとか、特に俺の先の方が折れやすいですよね。うん、だ先でも先で打つ場合っていうのは両手でガーンと打ったらやっぱり折れちゃうじゃないですか。だかそこを手を入れたらパッとこう緩めたりして、ここに球種をちょっと抑えるとかしてっていう、うん、だそれはもうティーからやって、でティーで自分の感覚で確かめられたら今度フリーバッティングでやっていくってことですよ。だから練習しながらバット折ったりすることもありますよね。だから、うん、まあ、練習だからできる。そうですそうです。だから練習しなきゃやっぱり試合じゃ使えないんで、だ練習をやってって、さっきも言ったけどやっぱり自信を持って今度試合でやって、それが成功すると余計自信になるわけじゃないですか、うん、あこのくらいの力で先で当たっても内野頭こすんだとかね、で詰まってもこのくらいの詰まった感じで振っていけば内野超えるんだって、はい、内野超えればいいんだ、そうですね、うん、でまあ、芯に当たれば外野超えるなっていう、そういう感覚なんで、だそういう練習っていうのは絶対必要ですよね、うん、だから詰まって打つ、芯で打つ、それはもう先で打つっていうことも必要だし、うん、はい、でコースでもやっぱり引っ張ったり
1、2塁間打ったり、センター打ったり、ピッチャーの足元打ったりとか、サードの頭を打ったり、ショートの頭を打ったりっていうのも、やっぱりこれを練習でやっとかないと、なかなかこうバットコントロールっていうのはできないと思いますよね。そうですね。だそういうものでやっぱり自信持てば、はい、どんな球が来ても当てるっていうまずは自信がついてくるんで、はい、だそれによってもここで選手によってやっぱりそのバット軌道とも大体決まってるんで、うん、軌道、はい、だそれが掴んじゃえばそっち方向に飛んでいく。だインコースだから別にセカンド、ファースト、ライトへ行くことないで、インコースでもセンター行ってもいいし、インコースでもレフト行ってもいいわけですから、でそういう練習していくと自然とバットの出方っていうのが出てくるんで、面がそっち向いてれば面の向いてる方にボールって飛んでいくんで、いやそれを面を意識しながらあの練習っていうのは必要ですよね。ただそこのボールを振るんじゃなく、そこのボールを面を反対方向を向けていけばあっちへ行くし、そこに来たボールを同じとこをセンター向ければセンターへ飛んでいくっていう、そういう練習、この今後ろにありますけど、ああいうスタンドティーでもやるのはいいですよね。今の現役の選手で似てるなと思われる方いらしたりしますか？なかなかいないですよね。なかなか同じようなタイプっていうのは難しいよね。だから意外とこうみんなこう引っ張ったりとかってそういうあのバッター多いですけど、やっぱりこう三塁線を抜いていくとか、三塁の頭を打っていくとか、ねレフト線を落としていくとかっていうバッターってあんまり見ないじゃないですか、左バッターで。その辺がやっぱり左バッターって一番綺麗に見えるね打ち方ですよね。三塁線を抜いたりとか、サードの頭にコーンと打っていくやつ、そういうあのバッティングっていうのは、まあその選手によっていろいろ考え方があるから、一人まあそうしなくてもヒット打ってね率残せばいいわけですけどね、ただやっぱり90度使ってヒット打てれば楽しいじゃないですか。楽しい。楽しいよ。同じ方向だけじゃなくね、そういう思いでやっていくとこうバットコントロールっていうのは自然に覚えて自分のこう体に身についてくると思うしね、練習の時からいろいろ想定してという、そうです、もうそれしかないと思いますね。そうですか、だからそこでできたからよしってそれで終わっちゃダメなんだね、まあ失敗もするわけですから、それは同じことのやっぱり繰り返しをするということですよね、ありがとうございます、はい、ではグラブいきましょう。グラブですか。グラブはそんなに別にないんですけどね。そうですか。どのぐらい使ってらっしゃる？これは僕は現役辞める5、6年かな前から。はい。おお、そうですか。じゃあもう90年ぐらい。90年、そうですね、そのくらいですね。今こういうふうに入れてる人いないですもんね。あ、そうですか。でマークもね、M マークですからね。今どうですか？ローマ字とか。あ、なるほど、最近まあ選手のグラブあんまり見てないんですけど、特徴があるんですよね。一つはやっぱり内野手っていうかボールを取るにはやっぱりこの間口っていうのがね、はい、やっぱり広い方がそれやっぱり取りやすいっていうのがあるし、はいはい、指全体でグワッと握っちゃうとやっぱりここが折れてしまうんで、どうしてもこういう取り方がなってしまうんで、もう一回見せていただきましょうか。こういう感覚ですよね、はい、昔のグラブっていうか、はい、で自分の中ではもうこの第一指関節がこう回るっていうと中がすっぽり残るじゃないですか、こうやって動かないように、はい、そういうイメージなんですよ。こうやってだこれを打った時にこっちだけがこうやって動く感覚なんです、はい、だそんなにボールをこうぐちゃっと掴むことないんで、まあ、ライナーの場合はねしっかり抑えますけど、やっぱりゴロの場合っていうのはほとんどグラブっていうのはこう開いたまま抑えるようなイメージなんで、そうするとやっぱり間口が広いっていう方が手の引っかかりもないわけじゃないですか、自分の手がこうすっぽり入るようになるように、はい、だから少し自分のイメージの中ではこの手首の
本当は手首入るけど、僕はここまでしか入んないんですけど、うん、この前の位置をこう広げて、ここからこうまっすぐ、はい、こうちょっと立ち上がってるってことですね。こういうイメージにして、ちょうどここがまあ鍵括弧じゃないですけど、そういうイメージの形にして、まあこっちはまあ動かないですよね、動くのはもうこっちだけっていうイメージでボールを取ってたんで、こだわりっていうか、まあ大きさはね、グラブの大きさはいろいろ人それぞれあるんで、まあ僕は現役の時は小さい方でしたね、グラブはね。間口のこの鍵括弧は、これをされたのは篠塚さんなんですか？最初あの水野さんにお世話になった時でもこれはなかったですからね、お願いしたんですね。お願いしてでこの辺で止まってしまうんですけど、それを1センチ伸ばしてこう上に上げてくれっていうような、そういう感じでお願いしたと思いますね。あ、 今のクラブは大体もう、もう今大体もこういう形になってますよね、みんなね。うーん、まあ、なかなかね、あのいろいろ職人の方がね、はい、こう作ってくれたりして何個か用意してくれるんですけど、まあ、その時もやっぱり革の質とか気にしながら作ってくれてるんですけど、やっぱりこう型からこう崩れてしまうっていうのがね、やっぱりあるし、作ってくれる人も大変ですけど作る方も結構大変だったけどね。硬いグラブの方がやっぱり型つけやすいんで、だから我々の時っていうのは意外とこう新しいグラブは本当に硬かったですよね。本当にこうできなかったですから全くね、いろいろ工夫してここをしっかり折るためには自分のイメージの中でこういうふうにしてこうバットで叩くんですよ。そうなんですね。ここに、そう柔らかくするね。あとはこう意外とここも大事じゃないですか、柔らかくするの。はいはい、だこういうやつも全部こういうふうにしてタン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 ってこうだんだんこうやって叩いて、これを繰り返して先を柔らかくしたりとかね。そのやり方は人それぞれ。まあそうですよね。うん、あとはもうこっちをなるべく潰しちゃったりして、こっちの指はね。感覚的にこのボールっていうのはこういうふうにゴロって取るんじゃないんで、特にセカンドなんかやっぱりこういうふうにグラブがなるんで、自分の芯はここなんですよ。指のこっち側なんですよ、芯が。こっちでここでボールをこう取るイメージなんです。こうやってこうじゃなくてね、ゴロなんかはそのためのグラブ作り。そうですね。もうここにポンと入る、ここで取って投げるようなイメージですよね。はい、だからここが意外とこうやって低くなっちゃってるんですよ。そうですね。くぼんでますね。はい。大体こういう、こうは大体取らないですからね、我々は。まあサードとかね、打球の速いところっていうのはやっぱり正面だとこう見せますけど、はい、自分はこうなるべく横に。守ってる時っていうのは手が大体こうなんで、一番楽な体勢が、はい、手首をこういうふうに動かすの、ただこのままちょっとこう動かすだけなんで、ポケットって何箇所ぐらい今現役の藤田君なんか3箇所ぐらい楽天の、3箇所も必要はないと思うんだけどまあ一つとやっぱり しっかりと奥ですよね。キャッチボールするときっていうのは大体その辺に入れて取ると思うんですよね。今視聴者の方も結構これからクラブ購入しようって方いて、なかなかオーダーってなると高くなると思うんですけど、グラブ選びのコツ。コツですか、はい、まあでもこう指を入れた時の感触っていうかね、やっぱり中で遊んじゃいけないし、やっぱり少しこうきついくらいの感覚の方がいいと思いますよね。あとはもういろいろこう絞ったりとかこういうのがみんなあると思うんで、グリップのここっていうのはある程度こうキュッとしてた方がいいですよね。先だけこう動くようなイメージでね、ここがダラーンとしてるとやっぱり中でこう動いちゃうと思うんで、ここのこれですよね。ここがやっぱりしっかりしてた方がいいですよね。ここがダラーンと開いてない方が。指先って結構遊びある方ですか？今篠田さんって結構こう出てますけど、がっちり入れる方とちょっと遊びを持たせる方選手って言いますけど、これもこうで
遊びを持たせる方ですね。ここまでしか指いってないもんね。うーん、ありがとうございます。ゴールデングラブ4回少ないよね、4回。いや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 首位打者2回の3割超え7回楽しかったねしみじみ。ずっとできるといいよね。そう思う。やっぱり昨日やってると、はい、やっぱり長くやった方がいいと思いますよ、うん、プレイヤーはね。19年長いですけれどもね。まあ今20年超える選手も多いじゃないですか。うん、続けられるのであれば長く、うん、もう絶対やった方がいいですよね、うん、後悔しないように、うんうん、ということで今回も貴重なお話を、はい、そして貴重なグラブバットもありがとうございました。いいえ、とんでもないです、ぜひ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。